こうして目の覚めるような澄み渡った青空のもとに立つと、ロンドンでのあの日々がまるで嘘のようでございます。懐かしい異国の大帝都。あの方は、それは立派な弁護士になられました。今もきっと彼女の法廷で勇敢に戦っていると存じます。ご挨拶が遅くなって本当に申し訳ございません。帰国より慌ただしい日が続いたものでございますから。それに一体誰が想像したでしょうか。この国に戻ってからたった2ヶ月。今日はご報告に参りました。明日、私は大審院の法廷に立ちます。一生にただ一度、弁護士として。どうかこのすさとに力を与えてくださいませ。Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.